11無頓頭三言言案不法逸業者給付外煩悩異頓人知無頓頭の三言と言と案と不法逸と業者と及び不害なり煩悩というはいわく、頓と心と知と。四、名毛の自分存在と、それを支える条件に、むさぼりの心を持たない無頓。五、怒らないことである無心。六、真理に目を開いて、正しく理解する無知。七、下脱のための修行に努力する精進。八、身は軽やかに、心は安らかに働く強安。九、無頓、無心、無知、精進という悪を断じ、善を修する心の不法逸。十、不法逸が安定した業者。十一、生き物に苦痛、殺生を加えない不害である。煩悩とは、一、名毛の自分存在と、それを支える条件への割愛の頓。二、怒るという心。三、真理を知らない知。十一の歌。十一の禅の名称は、シンシラッダザンフリーキーアパトラピア、ムトンアロバムシンアドベシャムチアモハニゴンビリア、キョウアンプラシラブディニフホイツアプラマダ、ギョーシャウペクシャニフガイアヒンサ。十一の禅。一、心。因果の自理の信任、仏法僧の信用、自己の仏性の信欲。二、残、自分を法、真理の教えに照らして恥じること。三、気、自分を世間に照らして恥じること。四、無頓、万事をむさぼらないこと。五、無心、自分に背くことにも怒らないこと。六、無知、万事の因縁果を明らかに理解すること。七、言精進、禅宗において、勇清い心で務め上げること。八、教案、心身が軽く安らかになり、嬉しい状態。九、不法逸、罪、わがままを防ぎ、善を修する心。十、業者、心が平静平等に、正直、無作為に流れること。十一、不害、生き物を害しようと思わない日、バック心。無心は他の命を断絶ず楽を与え、余楽自。不害は尊能せず苦を抜く、バック。日記。
自分がどれだけ善を思考しているかいないかを考察しましょう。考えるヒント、学んでみても行わず、頭でっかち口達者、口数少なく実践し、とんじんち離れよくほどけ。そしたなら11番で禅の続き読んでいきましょう。4番、名門の自分存在とそれを支える条件にむさぼりの心を持たない無頓、アローバ。ですから、その逆を考えていけばいいんですね、禅じゃなくね。名門の自分存在っていうのは、自分って思ったなら、私という仕切られた存在があると思ったなら、それはもう名門なんですね。で、その自分を支える条件、家があって、家族があってね、地位名声があって、職場があってって、それらを貪るなら、もっともっとと貪るなら、それは頓ですが、そういう貪りの心を持たなければ善なんですね。つまり、貪りの心を持たないっていうことは逆に言いますと、知足っていうことですね。無頓っていうのは知足の別な表現ですね。樽を知る三等者。五、怒らないことである無心、アドヴェーシャ。その反対ですから、怒ることである心ですね。で、怒ることは非常に微細なレベルでやってますので、例えば、人にね、何も悪いことを言わないんだけども、言おうかなって思ったら、それは心です。相手に乱暴な言葉を心の中でね、言いかけたなら、それは心なんですね。悪なんですね。で、獲得して言わなければいいわけです。言わなければ、無心に近くなるわけですね。全く言わない状態が無心なんですが、言いそうになっても手放せばね、無心に立ち返れると思うんですね。ですから、自分がなんか怒りの情をね、抱いて言いそうになったなって、再、ね、なんか荒々しい言葉を言おうかなと再したなら、パッとやめれば無心に立ち返れるんですね。再して、それからもう心の中でその言葉を反復すると、苦ね、怒りでしょ、苦、苦楽の苦ね。そして、それをもう言ってやろう、相手をいじめてやろうとか、そう、想像をたくましくして、よし言おうって決意すると、もう言っちゃうでしょ。それがパッと、考えたら言っているから一瞬に思われるけども、そうじゃないんですね。一瞬をね、こう分割していくと、必ず、五変容があるんです。即、そして再、受、そう、し、それから実際の行動っていうことですか。ですから、スローモーションでね、自分の心の動きを見れる人は、どこかでブレーキかけられるんですね。ものすごいスピードで走っててね、周り、前からどういう車来るのか、横から何飛び出してくるのか、もう目に見えなければね、ブレーキかけられないでしょ。見えて反射運動が素晴らしければブレーキかけられるでしょ、急ブレーキ。ですから気づきと反射運動、心の反射運動みたいなもんですね。ですから黄色信号見たらブレーキかけるようなもんだって言いましたでしょ。ですから再したなら、それはもう黄色信号、青信号じゃないよ、黄色信号だよっていうことですね。最後の死のところに行ったら、これはもう黄色信号だとか、黄色が赤にパッと変わったような瞬間ですよ。そしたらもう突っ込んでいったらバーンとぶつかるっていうようなことですね。まあ、自分の豪天女ボルをスローモーションで見ていくためにはね、心がね、考える速度がゆっくりでないと無理ですから、思考をスローダウンさせる、自分の考え事をね、スローダウンさせたらいいんですね。さっき言ったメーヘルバー、昨日言いましたメーヘルバーバーっていう人たちが、あなたと私、You and I are not we、 私たちじゃなく、You and I are one って言った人ね、あなたと私は one、 一つであるって言った人ね、あの人が、ゆっくりした怒りは善であるとか言ったね、ゆっくり怒ることは善である。つまり、ゆっくり怒ることはできないんです。怒ろうかな、怒ろうかなってゆっくり考えてたらね、なかなかできない。つまり、ゆっくりとした怒りは善であるっていうのは、怒るならゆっくりした心を持ちなさい、そしたら怒れませんよっていう教えですね。スーフィーの教えにあるそうですが、その急ぐ心は悪ね、悪魔、ゆっくりした心は善、そして静まった心は聖、聖なるものっていうことですね。ゆっくりから静まっていくことはできますがね、急いでるところから静まることはできない。急いでる人はスローダウン、ゆっくりしていったらいいんですね、まあ、スピードを落としていったらいいんですね。そしたらストップできるでしょ。時速百何十キロで走ってて急ブレーキかけたってね、
車どういう動きするか予測できないです。スリップしたりねしてね。だからヤングたちが猛スピードで田舎でも山道に最近バイクできて、祭日なんかバイクで走り回るんですよ。ツーリングに来た後、まあ暴走族みたいにね。あと車でもそうなんですよ。だから田舎でもなんか信じられないようなね、交通事故が起きますけれども、ね、なんかこういう山削ったところ、造成したところでブロックみたいに作ったところ登っていって、ドアが開いて車がそっちに行って、転げた人がなんか反対の方にこう転がってきて、後ろから来た車とどうなってって、なんかちょっと常識では考えられないような交通事故死とかね、田舎でも起き始めてるんです。それはスピードの出しすぎなんですね。道が悪いっていうよりもスピードの出しすぎなんですね。それから真理に目を開いて正しく理解する無知。無知の知は疑うという字ですからね。疑うという病だれは病気、つまり信じないっていうことですからね。真理に目を開いて正しく理解するならば無知ですが、正しく理解しないならば無をとって知。ガチってありましたでしょ。仕切ることね。仕切っちゃいけないものを仕切るという無知なんです。無知って知らない方の無知ですね。ここの無知っていうのは、アモーハ。モーハっていうのは名毛ですから、名毛がないこと。名毛っていうのは知とも言いますね。ガチのことね。無明。無明ではないこと。つまり、明かりがあることですね。ですから、真理を教えてくれているのが、ゴータマ・ブッダとかね、イエス・キリストとか、アラマナ・マハルシとかですから、彼らの教えに目を開かないといけない。目を開くというのは心を開くということです。心を開いて 100% 重要するということです。我々の時でですね、イエス・キリストやゴータマ・ブッダやラマナ・マハリシの教えがどうかなって点検する必要ないんです。そのまま受け入れたらいいんですね。 100% 受け入れたらいいんです。それできないのは、その前のページにあった一番の真理を信じる心の澄み清まった状態じゃないからです。真を持ってないからですね。不信だからなんですね。ですから真理を信じる心の積み清まった状態をまず金塊寛解などによって作らないといけないということですね。疑うっていうのは心が汚れてるからです。ゴータマブッダの教え、イエスキリストの教え、ラマナマハリシの教えとか、ああいう教えを受け入れないっていうのは疑ってるっていうことですからね。拒否してるっていうのと疑っているっていうのは不信に入るわけですね。受け入れたくないならなんか他の聖者を探さなきゃないですね。100% 受け入れられる人一人も持っていないっていう人は修行者じゃないと思います。まあ僕にとってはラマナ・マハルシなんですが、100% 受け入れられる。まあゴータム・ブッダでもイエス・キリストもそうですけれども、誰か一人持ってなければ皆さんは修行してないっていう。で、その受け入れている聖者が無我の人であったならそれは正しい選択。我がいささかでもあったならそれは間違った選択っていうことです。無思考状態、我の取れた状態、信心脱落を体験した聖者を選んでいなければ、皆さんはグルを持っていないということですね。生きている、生きてないは関係ないんです。グルっていうのは肉体とは関係ありませんね。7、下脱のための修行に努力する精進。他のことに努力するのは精進とは言いませんね。まあ、むさぼりですね。下脱っていうのは自分意識を捨てるためですから、自分意識を捨ててもいいと、最初に設定して決意して修行するならそれは小精進、正しい精進と言えますが、そうじゃないのは単なる苦行でしょうね。荒行とか苦行っていうようなことですよね。ビーリア。8番、身は軽やかに、心は安らかに働く教案、プラシラブディ。イーシュバラン先生っていうのは体操とか全然しませんが、瞑想しかしないお方です。あとは散歩とかね。でも、瞑想して自分の意識がね、第六意識から第七マナ式、第八アラヤ式っていってサンスカーラ、自分の記憶の蔵にあるサンスカーラを全部きれいに掃除すると健康法なんかやらなくても健康になるって言っておられますね。瞑想が深まると体も軽やかになるっていうようなことをご自分の体験から言っておられますね。イーシュワラン先生はもう80近いのかもしれませんが、まだ達者でおられますね。運動って言ったら、まあ散歩するとか、あとは、もうちょっと若い頃はね、テニスとかバレーとか、まあスポーツを好きな方でしたから。あと、
演劇見に行ったりね、映画見に行ったり、非常に世俗的な生き方しながら俗世間に生きる聖者みたいな方ですね。それから9番、無頓、無心、無知、精進という悪を断じ善を修する心の不法逸。その反対は法逸ですね。当然ね、アプラマーダの反対はプラマーダ。法逸っていうのは、例えば酒飲んでパチンコしてとかそういうことじゃなく、修行においてはね、そのむさぼらないとか怒らないとか、それから真理に目を開いて正しく理解しないとか、修行努力をしないとか、そういうのを法逸というわけですね。あれこれむさぼれば、例えばヨガの教師の資格を得たいとかね、むさぼる、それは法逸なんですね。ヨガ修行においてはね、免除するっていうのは法逸なんです、ね、それから10番の不法逸が安定した業者。不法逸って言ってもそれが、確定しないといけないわけですね。業者、ウペークシャ、業を取って者、ウペークシャという場合もありますね。ですからこの場合の者っていうのは、いわばむさぼりとか怒りとかね、無知、無知って言っても無明の方ですね、とか不精進とか、そういうものを捨てていくっていうことですね。生き物に苦痛、殺生を加えない不害、不害、アヒンサ。生き物だけじゃないんですが、何かに苦痛とか殺生を加えたなら、それは害、暴力ですね。で、その不ですから、不害っていうのは心に発しますので、悪意を持たないことです。別な言い方すると悪意を持たないこと。どんな生き物、現象ね、事件とか考えとか、そういうものに対して悪意を持たなければ、不害ですね。アヒンサーですね。非暴力っていうのは、まず心の中で悪意を持たないことです。あるいは、愛憎ですね。愛弱憎を持たないことですね。愛弱憎っていうのも暴力の一種なんですね。そういう11の善を僕らは育てていかないといけないんですね。なかったら種まきして、そうしてそれを育てて、育てたなら実をね、おいしくいただいて、その種を残してまた発芽していって、それを確定するところまで努力しないといけないっていうことですね。その次3つ煩悩とあって出てますが、それはまたテーマが変わってるわけですね。煩悩とはっていうのは、これの図解は後から出てきますので、最初禅の図解を右のページで見ておきましょう。11の禅の名称は、シン・シラッダー・ザン・フリー・キ・アパトラーピア、ムトン・アローバ・ムシン・アドベーシャ・ムチ・アモーハニ・ゴン・ビリア、教案・プラシラブディニ・不法逸・アプラマーダ・業者・ウペークシャーニ・不害・アイヌサ。僕、節つけてテープで歌ってますから聞いてください。丸暗記しようと思うと覚えられないので、歌でも歌ってね、覚えたらいいと思うんですね。で、11の禅は今まで読んできたことの一覧表ですね。で、禅の方は読みましたので、その左見ていったらいいと思うんですね。心に対しては不心っていうものがあるでしょ。例えば、ラマナ・マハリシの教えに関して僕は 100% の信頼を持ってますので、不心感っていうのはないんです。ただ、一般の人に、落として説明するときにね、バラマナ・マハリシがこう言っているのは、こういう段階を経てこうですよって、埋め合わせることはしますね。例えば、アーサナって何ですかって聞かれたときに、アーサナっていうのは神の前にひれ伏すことですよって、こう言って分かる人と分からない人いるでしょ。で、ハタヨガのアーサナっていうのはこういうことで、ラージャヨガのアーサナは三昧深めるためにこういうことで、そして三昧が確立して、無修持三昧っていうのに落ち着いたときに、それは神にひれ伏すことになる、ひれ伏すことになるから、ラマナ・マハリシが言っている、アーサナとは神の前にひれ伏すことですっていうのは、ハタヨガやって、ラージャヨガやって、ラージャヨガの三昧体系の中の一番深い無修持三昧が確立したことを言ってるんですよって、こういうふうにアレンジしては説明するけども、最後のところに対しては僕は 100% の信念を持ってるわけですね。下脱された方たちが言っていることは 100% 回答、正しい回答ですから、それを歪めないで、そこまでこう導いていく、はしごをかけてあげればいいわけであってね。で、ラマナ・マハリシはそう言ってるし、ハタヨガ・プラディーピカではアーサナのことをこう説明していますが、どちらが正しいんですかって言ったら、
究極的にはラマナ・マハリシの説明ですって言えばいいんですね。ハタヨガ・プラディーティカーはまだ未熟な、三昧修行が未熟な修行者のための経典ですから、それは修行の初期の段階においては正しいと思いますって、こういう説明しないといけないわけですね。2番の残に対しては無残、3番の気に対しては無気、無残無気っていう表現がありますね。ですから自分に対しても社会に対しても無残無気であってはいけないっていうことですね。残気に耐えない障害になってしまいますよ。その残気に耐えない障害が次の異熟のもとになりますよっていうことなんですね。無頓に対してはトン、むさぼりですね。それから無心に対しては心、心の中でまあ怒ることですね。心は自分に背くことにも怒らない、無心はね、自分に背くことにも怒らないことってあるでしょ。これはなかなか難しいことなんですね。自分が信じていることなら怒んないけども、自分と反対のことを言われるとね、自分が信じていることと反対のことを言われたりするとよく怒るわけですね。でも聖者方っていうのは自分の教えに背くこと言われても怒らないんですね。説明はするけど怒らないんですね。その辺が僕らと違うところですね。石原先生もいろんな怒りとか一般の人がするようなことは何でも体験してきた。でも瞑想が深まっていってあれと一体になった時には、私はどんな人の意見聞いても意見とその人、その人の意見と自分自身を切り離すことができるようになったので、どんなこと言われても腹が立たなくなったって、トランスフォーメーションね、転磁気特殊の過程とその結果をお話になっておられますね。僕が例えば怒りそうになったら何か家内に言おうと思ったけども手放して、そういうことをやっていけば自分に違う、自分の意見とは違うこと言われても怒らなくなるでしょう。ついには無心になるでしょうね。それには覚速百千万発なんですね。覚速百千万発しないといけないということですね。それから無知ですが、それにの反対は知ですね。ガチとも言います。無明ですね。それから言性人の反対は気大ですね。気大とも言いますが、仏教では気大と呼んだりしますね。まあ怠けですね。凶安に対しては根人ですね。身も軽く心も安らかにっていうと、気づきを保ったまま瞑想できますでしょ。でもだんだん腰が落ちて、まあ、目が重くなってって居眠り始める人がいるでしょ。そういう状態を根人と言います。それから不法逸に対しては法逸ね。だらしない生活をすることですね。行者に対しては常故、あるいは常語と言いますが、行者の方は心が平静平等に正直に流れること、まあ平静平等で、まあ、嘘をつかずにですね、真実一路っていう小説ありますが、正直、作為がないことね、計らいがないことに、こう生命活動が流れていくことですね。それに対して情報っていうのは興奮することです。心がこう上がっていくこと、のぼせ上がることです。情報っていうのはね、興奮してラジャシックになることね、激しく活動すること、静かじゃないんですね。ジャンプしよう、空中浮揚しようとかって思って修行するのは情報ですね。心を静かにして、エゴ、我が取れるように三昧を深めていこうってやるとしたら、それは行者ですね。だから自分の団体を大きくしようっていうような思いを持つのも上古ですね。11の不害に対しては害ですね。生き物を害しようと思わないですから、生き物を害しようと思うっていうことですね。米印ついているところですが、5番の無心と11の不害に関して、無心は他の命を断絶、楽を与えですから、慈悲記者の字のことです。楽を与える、余楽とも言われていますね。それから不害、不害の方は、尊能せず、苦を抜く。ですから、バック、イコール慈悲記者の非のことですね。慈悲は余楽バック。相手に幸せを与え、相手の不幸を取り除いてあげること。まあ、初日に岩井さんのお弟子さんとその娘さん来て、娘さんがちょっと引きつった表情で来たでしょ。で、皆さんと一緒に安らぎと気づき、プラーナビディアやって、ウォーキングメディテーションやってね、それからヨーガニドラやって、最後挨拶に来れた時ニコニコ笑ってたでしょ。ですからあれはヨーガの行法がね、あるいは僕たちの安らぎと気づきの雰囲気が余楽バックだったわけです。その方に何がしか楽を与え、何がしか悲しみ、苦悩を取ってあげたわけですね。ですから安らぎと気づきの日のやり方を覚えて、皆さんが
ご自分の地域においてね、定期的にやっていって、そうしてあげれるなら、皆さんは、慈悲、余楽バックの生命活動をしているということになるわけですね。日記のヒント、自分がどれだけ善を思考しているか、いないか、していないか考察しましょう。そこの1番から11番までね、右の説明読んで、そうやってると思ったら、それは善を思考してるし、どうもあまり熱心じゃないなと思ったら左ですね。考えるヒント。学んでみても行わず、頭でっかち口達者、口数少なく実践し、とんじんち離れよくほどけ。まあ、北行の19と20番、あと、友松延泰先生の役で読んでおいてください。昔から、まあね、聞くだけで信用しないのがおるって。文殊師匠の門、聞くだけでね、し、思いを深めて修行しようとしない人たちがいるっていうのが、インドではほとんどこうですね。グルって誰かが噂が立つとそこに行ってお話聞くだけ。で、プラサラもらって、飴とか、果物とか、お菓子とかもらって、で、また聞きに行くだけで何もしないわけ。そういう人が多いわけですね。いわばインドのサップサンガっていうのはグルーピーですよ。グルーピーってご存知でしょ。杉井良太郎とかああいうところにくっついていくおばちゃんたち、グループの、ね、尻追っかける人、グルーピーっていうんですよ。ですから、グルのピーね。今言ったグルは、グルの本当のグルにくっついていくだけでやろうとしない人、別なグルーピーね。で、それを英語ではグルハントっていうんです。アメリカ人たちがインドにグルハントに行くわけですね。で、体操で有名になると、日本で言うとそうね、カシー先生みたいなクラスの、それでもうちょっとこう若い人たちいるでしょ。自分は瞑想三昧できないもんだから、インドに行ってね、まだアメリカで有名じゃないグル、若いグルをハントしてくるわけ。そして私のグルはこれですってやってね、自分の体操を正当化して、それ以上のお話はそのグルにさせるわけ。それもグルハントの一つね。というのはアメリカははるかに日本より進んだレベルでヨガが広まってるんですね。まあ、ヨガジャーナルっていう雑誌見てると、そういうグルハントする女の子たちが、女のヨガの、まあ、ちょっと美しいか、プロポーション良くて、ビデオ作ったりって、そういうことをやってる人たちいてね。まあ、日本の上を行っても、まあ、上を行っても下なんですけど。まあ、口数少なく実践しっていうのは、問視したことをできる、というふうに実践するっていうことですね。そして、トンジンチ、まあ、三毒と言われてますが、むさぼりと怒りと、まあ、無知ですね。仕切り。わがまま。を離れてよくほどけなさいと、釈尊が教えられたわけですね。